はい、皆さんこんにちは、純吉です。以前、ご紹介しましたこちらの夜景のですね、もうここ、こう息しやすいってやつですね、こう飲める、私この1年365日ほぼ、この夜景のとともに過ごさせていただきました。ランニング中に限らず、お買い物に行くとき、学校に行くとき、もうさまざまなシーンでもう本当1年間お世話になりました。もうおかげさまで、本来のこの日焼け止めの効果も出まして、毎日日焼け止め塗ってメイク落としして、もう肌が結構乾燥してたんですけども、この1年でそれもだいぶ改善されたなと自分で思ってまして、もう本当に夜景ヌ大ファンでございます。ちょっと外した時にこう首で休められるのもね、マスクみたいに置き場所に困らなくて、これもすごく良かったなというふうに思ってる点であります。ただこの毎日ほぼ毎日使ってる夜景ヌではあるんですけども、どうしてもこういう使い捨てマスクを使わないといけないシーンっていうのが日常生活においてまあ出てくると、例えばこのちょっとオフィシャルな場、面接に行ったり、ちょっと仕事の商談の場であったり、まあ、ちょっとこの夜景ヌじゃあちょっとね難しいかなっていうシーンもあると思います。まあ、はたまた病院に行ってこう使い捨てたいだとか、フィルター機能を活かして、花粉の時期に、やっぱりこういうしっかりしたマスクをしたいなっていう時もあるんですけれども、夜景ヌになれればなれるほど、これもうすでにちょっと息がしにくくて苦しいなっていう感じがあるんですよね。そういう時に出会ったのが、じゃーん、こちら。ライフマスクサポーター、いわゆるこんな状態になってるわけですよ、口の中で。これをマスクに装着したのがこちらです。通常こういうピタッと平面状であるマスクが、これを装着することによって立体的に 3D マスクのような状態になって、こう呼吸がしやすくなると。でおまけに軽いので、洗って何度も使いますし、装着してる感がね、そんな、まあ、これすごくいい商品なんですけど、もう先に言っちゃいます。唯一難点を挙げるとすると、もうこれほんまにこれハマってんのっていう、ちょっと装着するのにコツがいるんですよ。慣れれば大丈夫なんで、ちょっと一緒にっていうかやってみたいと思います。これちなみにオメガタイプっていう、この真ん中にこう線があって上下に分かれてるタイプの使い捨てタイプなんですけど、これをこう鼻ワイヤーを上にして、これをこの爪ありますよね、この爪がこう下向いた状態をここのプリーツに入れると。で素材しっかりしてるんで結構ゴイッといっちゃっていいんですよ。これをゴイッと、ここにゴイッとはめると、両側で。この今ちょっと上に行き過ぎちゃってるんで、ここをおりゃと下に調整していく。これで OK なんですけどね。ここのねギャザーのとこにほんまにはまってんのかなとか、取れてこうへんのかなこれっていう最初ちょっと不安があったんですけど、まあそこだけですよ。ここのハードルを超えてしまうとこんな感じで、もうたったこれだけのことやのに口に空間ができるってほんま最高やなと思いました。これしてるとね、なんだろう、今までみたいに、あ、苦しいも人おらんかったらもう速攻取りたいわっていうことがね、もうなくなりましたね。してられる、マスクをしてられる。で、違うタイプ、マスクっていろいろサイズとか微妙に使い捨てでもあるじゃないですか。これ3段プリーツタイプなんですけど、これにもちょっとはめてみますね。これをまず爪を下にして、こっちはねさっきのと違ってなんかちょっとサイズが横幅に余裕があるんで、これこそねほんまにはまってんのかってね、ちょっと最初不安になったんですけど、これもねこんな感じで慣れればすぐなんですよ。こうしてこう、うん、私顔でかいんで、このゆったりタイプの方がこの耳の後ろ楽なんですけどね、こんな感じで。これのいい点は、メガネが曇りにくいっていうのもあるし、女性の方はね、ファンデーションがね、ファンデーションと口紅
今日私口紅してきましたけど、口紅がマスクに残らない、外した時にあのいい感じじゃないかなと思います。あのべったりしなくって、で、これ外して洗ってジャバジャバっと水ででポイッと しといたらあの何遍でも使えるっていう感じです。購入するとこういう小箱に入ってるんですよ。2個入りと5個入りあるんですけど、これ5個入りをちょっと開けたとこなんですが、小箱を開けるとこんな感じで袋に入ってて、この真ん中のやつをピュッと取って、でちっちゃい取説がついてるんで、こうちょっと大きすぎるときは先っちょを切って調整してもいいですよっていうようなことも書いてあったりします。はい、まあ、こんな感じのちっちゃい取説が入ってるんで、まあ5個入りで千何百円かなんで、あのお知り合いとシェアしてもいいかもしれないですし、そういう使い方もできるかなというふうに思います。で、この、ライフマスクサポーターを装着したマスクで果たしてランニングができるのかどうかっていうのを、実験してきました。以前やった時はこのライフマスクサポーターと出会う前ですね、まあランナーの皆さんやったことある方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、汗をかくたびに濡れてきて、このでこの張り付いてもとてもじゃないけど、そんな長いことで、走れるもんじゃないんですよ。それをこのわずかこれだけの部品を装着することによって走ることが可能となったのかどうかっていうのを、我々、純ちゃんりゅうちゃんで検証してまいりましたので、そちらの様子をぜひご覧ください。それではどうぞ。どうですか、やり心地、通常のマスクと比べて。まあ、ちょっと立体になってるからね、息はしやすいような気はするけど、ちょっと立体になってるから息はしやすいような気がすると言っております。ではちょっと走ってみてもらいましょう。はい、走ってください。ちょっとしばらく走ってもらいましょう。しばらくすると汗で張り付いて走れなくなるんですよ。それがどうなるかをちょっとしばらくこの円形カナを一周して調整してみたいと思います。はい、私もついてこんな感じで撮影してますけど、これね、たったこれだけのことだけどやっぱりちゃうね。うん、息できるね、やっぱり。うん、うん、ね、夜景の最強説は変わらへんけど、やっぱり花粉の時期はこういうフィルターがついてる使い捨てマスクをしなあかんっていうシーンがやっぱりあるから、やっぱいいね、花粉が入ってこない感じするわ。これええわ、これええわ。使い捨てマスクじゃないね、これ。リュウジさんにちょっと聞いてみましょう、感想。うん、いいね。メガネがもっと曇るかなと思ったけど、曇らへんね。メガネがもっと曇るかと思ったけど、曇らへんと言ってます。そうですね、薄ぼんやりと曇ってる感じはしますが、普通のマスクして走った時は、もう前見えへんぐらいボーボーやったんですよ。もう見えてますね。このどうですかね、このなんていうか、自然ですよね。中に何かが入ってる感じはしないです、パッと見も。ね、そう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 。頬に若干なんか当たってるかなって感じはするんですけど、うん、思ったより痛くもないし、素材が柔らかくて伸び伸びする素材やから、完全にこれ1個あるだけで快適度が6割ぐらい増してる感じしますね。もうちょっと汗かいてみましょうか。はい、汗かいてみましょう。この使い捨てマスクで走るっていうのは不可能にほぼ近かったんですよ、張り付いてくるから。でもこれね、普段夜景犬に慣れてるから、確かに夜景犬に比べたら息が抜けないから若干まああれなんですけど、不可能だった使い捨てマスクで走るということが可能にはなってる。インタビューしてみたいと思います。メガネが走ってる時は全然曇らへんね。走ってる時は全然曇らへん。息もしやすい。いざこうやって止まってみると若干曇りかけてるけど、それでも
なしの時と比較すると格段にいいですね。どうですかこれ、この部品は、ずばりおすすめできる商品でしょうか。手頃に導入できるからね、価格帯が安いし。あ、そうですね、実家の両親にこの夜景のをプレゼントしたところ、まあ、こんなに高価なマスクをとちょっと恐縮されてしまったんですよ。1個2000円ぐらいするから ね、街中でするのはちょっとね。あ、なるほど、ね、パッと見た時に確かに ね、うん、でパッと見この例えば面接に行ったりだとか病院のお見舞いに行った時に何ら違和感がない、はい、あの私撮影中ぜいぜい言ってるの聞こえてたと思いますけど、うん、あのこんなことをこのパーツなしでやったらもう取らないと、うん、もう無理なんですけど、これはねつけてられる、うん、つけていられる。まあ総じてこれ不可能を可能にするランニングマスクに改造できるパーツといって過言ではないんじゃないでしょうか。いい感じでした。はい、汗は結構かいてるんですけど、はい、もう張り付く。汗は結構かいてるし、それで張り付く、まあ、息が吸う、呼吸するたびに張り付く。あの息を吸おうとするたびに掃除機のバキュームみたいな感じですね。あ、じんわりここに汗染みてきてますね。もう息できない感じですかね、はい、こう吸うとペタってくっつく、はい、張り付くともうどないもないなって感じですね、うんうん、これピュってつけれるかどうかですよ、この不器用さんでも。これがねちょっとね結構コツがいるんですよ。こうほんまにこれで合ってんのみたいな感じはあるんですよ、はい、こんな感じでつけても、あ、取れましたね。中にそうやね、これがねちょっとね慣れるまではね、これ包み隠さず言うとうんって感じ。あの中に全部入れたらいいね、それをはめ込ませるんじゃなくって、これクリップとしてっていうよりはそのここの端っこを全部この中にメリって入れんねん。私やるのを見せてあげたいと思います、はい、この不器用さんに解説します。ここにねこれがあるからここ入れなあかんのちゃうかって思うんですけど、違うんですよ、これごと入れるんですよ、こうこれを。で別にそれ引っ掛けるわけじゃない。そうやね、うん、ここはね切り取ってもええパーツやね、うん、こうメリット入れるやんか、うん、ならもうこれでいいね。おー、なるほど。ここピコって入ってるやろ。ただマスクによっては入りきらへんことがあるから、そういう時はここをカットしたらいいよっていう感じ、はい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 、でこれでやってもらいましょう、はい、おー、OK、 OK、 OK、うん、サイン出ました。おー、もうベトベトになってるけど貼り付けへんね。あ、汗で貼り付けへんイコール息ができる。そう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 、もうねすごい発汗量なんですよこの人常にもうねこのパーツがなかったらもう不可能ですね、この、うん、これをしてること自体が、うん、でもねこれをして帰れてる、うん、なのでランニングマスクにこの使い捨てがなるというのはもちろんのこと、日常生活で走らへんバージョンやともうそれはもうかなり快適になるんじゃないかなって想像されますよね、うん、はい、撮影後雨が、小雨が降ってきました、相変わらずこのマスクをつけて帰っております曇らないですね、うんうん、こんなんして走った後こんなんしとったら眼鏡曇りまくりなんですよ、はい、普通そうなんですよ、うん、なんで普通に歩く分にはもうそんな走った時みたいに汗で顔から蒸気が出てないんで、うん、こんぐらいのあれやったらもう全然曇らないってことですね、うん、歩いたりとかする日常生活においては、うん、これは便利やわ、これは便利、うん、普段夜景犬みたいな快適マスクに慣れてると、うん、いざそういう、この使い捨てマスクをしなあかん局面に来た時にすごい苦しくって、うん、もう1時間もつけてられへんわみたいになるんですよ、うん、私みたいな人間365日ほぼ夜景の世話になってるんで、うん、もういざこれをしようと思ったらもう過ごせないぐらい苦しいんやけど、これしてるとめっちゃ喋れるし、うん、あの撮影中ずっと私も息切らしてついて走ったんですけど撮りたいという衝動に駆られない、うん、もうこれね、あの実は今日初めてこうやってやってみるんですけど素晴らしいね、うん、いや素晴らしいと思います。いやーこれ包み隠さず、なんであのブキッチョさんは入れるのにあもうはまらへんわ、もうこれ合ってんのみたいななるかもしれないんですけどちょっと練習してやるとこういう恩恵に預かれるので、うん、あのちょっとそこはねハードル乗り越えてこれの良さをぜひ、皆さんにも体感してもらえたらいいんじゃないかなと私個人的に思います。はい、はい、個人の感想でした。はい